医学史医学史とは、医学に関する歴史である。このページでは、西洋を中心に、医学の歴史を説明する。薬の歴史は、薬学史、薬草を参考のこと。薬効目的の植物が最初に用いられた時期を特定する記録はない。だが、おそらく人類が文字を用いる以前から、薬草は用いられていたのだろうとも考えられている。 長い年月にわたる試行錯誤の末、世代を通じた知識が、部族社会の文明として集積され、シャーマンが治癒の専門職として機能した。3000年の歴史の中で、古代エジプトは巨大で多岐にわたる、豊かな医学の伝統を作り出した。ヘロドトスは、エジプト人を指して、すべての人間の中で、リビア人の次に最も健康だと書いている。これは乾燥した気候と、 優れた、公衆衛生のシステムのためである。ヘロドトスによれば、医学の技術は、一人の医者は一つの病気だけを治療するというほどに専門化されているという。ホメーロスは、オデュッセイアの中でエジプトを、実り豊かな地球が薬を最も多く貯蔵する土地で、エジプトではすべての人が医者だと述べた。かなりの部分が超自然現象を扱っていたとはいえ、エジプト医学は、 最終的に解剖学、公衆衛生、臨床診断の領域で実用的な手法を開発した。エドウィン・スミス・パピルスに収録された医学の知識は紀元前3000年頃のものとも言われている。知り得る限り、エジプト最古の外科手術は紀元前2750年に行われた。エジプト第三王朝のイムホテプは古代エジプト医学の設立者及び両方。 慢性病、解剖学についての初見を記した、エドウィン・スミス・パピルスの原点の編纂者とも言われている。エドウィン・スミス・パピルスは、紀元前1600年頃に書かれた、いくつかの先行する研究の副者だと考えられている。古代の外科教本で、魔術的な思考をほとんどすべて排除しており、数々の慢性病の検診、診断、処置、予後について詳述している。対照的に、 エーベルスパピルスには病気の原因となる悪霊その他の迷信上の存在を知りけるためのまじないや非衛生な対処法が多く記されている。エーベルスパピルスには文書として現存する最古の主要の認識記録があるが古代医学上の誤解もあり、例えば546説や547説では単なる腫れ物と解釈しているようだ。花粉パピルスは 妊娠に伴う問題を含む、婦人病を扱っている。断片的なものを含め、診断と処置について詳述する三十四の症例が、現存している。紀元前千八百年頃のもので、現存する最古の医学文献である。古代エジプトでは、第一王朝の時期には、生命の家と呼ばれる、医療施設が作られていたことで知られる。第十九王朝までに、 労働者の中には、医療保険、年金、疾病休暇などの福祉を蹴られる者もいた。記録上最古の医者も、古代エジプトのものだと言われている。紀元前27世紀、第三王朝ジェセル王の、司会と医者の長と呼ばれたヘシレである。また、記録上最古のジョイは、第四王朝時代のペセシェトである。ペセシェトの称号は、ジョイの女性監督者である。 監督者としての立場に加え、ペセシェとは、サイスの医学工場参加を卒業している。バビロニアの医学の記述は、紀元前2000年期前半のコバビロニア王国まで遡る。しかし最も広範なバビロニアの医学文献は、アダドアプライディナ王の知性の、ボルシッパのエサニルキンアプリという医師による診断手引書である。同時代のエジプト医学と同じく、 バビロニア人は、診断、予後、診察、処方の概念を取り入れた。これらに加え、診断手引きでは治療計画、原因療法、経験論の活用、論理学、診断、予後、治療における合理主義などが取り入れられている。また医学上の症候のリストも含まれており、患者の体に現れる症候と診察、予後とを照合する際に使用する理論的なルールとともに、 詳しい経験上の観察が多く記されている。診断手引書は原則と推測の理論的な組み合わせが基本になっており、患者の兆候に対して検査と指針を行うことで、患者の疾患とその病院を及び見通し、そして回復の機会を特定することが可能であるという現代的な視点も含まれている。患者の兆候や疾患に対しては、包帯、難膏、 錠剤などの治療法が用いられた。紀元前千年期のヘブライ医学についての知見は、主に、モーセゴ書からのものである。モーセゴ書には感染者の隔離、死体を扱った後の洗浄、糞便を、やえ違いに埋めることなど、様々な健康に関する法律や儀式が含まれている。これらの法の遵守により、衛生上の恩恵がもたらされ、ユダヤ人の信仰上、 秘められた動機からではなく神の意志を全うするために、これらの儀式や法を守ることが求められた。マックス・ノイベルガーは、彼の著書、ヒストリー・オブ・メディシンでこう述べている。古代イギリシャの医学は、バビロニアとエジプトの医学の伝統に、大きな影響を受けている。病院について様々な考え方があったが、他の地域と同じく体液の均衡を重んじる。医学、 体液病理説が死された。体にある数種類の体液のバランスが取れていれば健康で、崩れれば病気になると考えたため、治療の目的は体液のバランスを整えることであった。古代ギリシャ医学において有名なのはコストーのヒポクラテスで呪術性を排した経験医学の講師であるとされ、医学の父と呼ばれている。ギリシャ医学は後にとして、 ヒポクラテスの名でまとめられた。これには70篇余りの論文が収録されているが、ヒポクラテスが属したコス派だけでなく、ライバルのクニドス派の論文も収められている。ヒポクラテスの最も有名な文書は、医療倫理、任務などについての先生文、ヒポクラテスの誓いである。後世の作と言われるが、これは現代においても意義があり、また有用である。 ヒポクラテスとその弟子は多くの病気や医学上の状態の記述を残した。肺がんなどの慢性肺疾患やチアノーゼ精神疾患の兆候であるバチ指を最初に記述したとされている。このためバチ指はヒポクラテス指と呼ばれることもある。ヒポクラテスは予語の中でヒポクラテス顔について記しており、シェイクスピアがヘンリー5世の第二幕第三場で フォルスタッフの死について、この表現を使ったことで有名である。ヒポクラテスは、急性、慢性、風土病、伝染病の疾病分類を作り、また赤、再発、既得、発作、陶芸、回復期などの用語法を作ったこの他には主に、超工学、生理学上の発見、外科手術、農協の用語などの貢献がある。ヒポクラテスの教えは、 今日の呼吸器科の研究者に対しても有効である。ヒポクラテスは記録上最初の胸部外科医で、その発見は現在でも有効である。古代ローマではギリシャの医師が活躍し、ローマ帝国各地の医学、薬学が集大成された。ローマ帝国で活躍したギリシャ人のガレノスは最も偉大な古代の医師の一人であり、様々な学派を設置してギリシャ医学をまとめた。ガレノスは 血液、粘液、抗炭汁、黒炭汁を基本体液とし、その調和を重視する四体液説を採用した。豚や猿などの動物を解剖して、人体の構造を推測したが、心臓の構造など誤りも少なくなかった。またガレノスは、脳や目の外科手術など、技巧に頼った危険な手術を多く言った。こういった手術は2000年近くにわたって二度と行われなかった。 薬学については、ガレノスに先立ち、ディオスコーリですが、簡潔で利用しやすい本造書、薬物詩をまとめた。アリストテレスの四元素説の影響を受け、薬物を、熱、霊、質、犬の四つの性質に分類して解説した。ガレノスは、薬物詩を称賛し、制薬についても多くを述べている。初の女性専用の器具をはじめとして、 多くの手術用具が発明された。これには漢詞、メス、薬きごて、戦闘、手術針、ゾンデ、窒序などがある。また、初の白内障手術もローマ人によるものであると言われる。476年に西ローマ帝国が崩壊し、西ヨーロッパからギリシャローマ医学の著作は失われた。東ローマ帝国に残され、 C32403 などによって、医学書が編纂された。彼は、ガレノス医学を高く評価し、ユリアヌステイの命で、クロトンのアルクマイオン、紀元前後から6世紀頃から、同時代の医学までをまとめた、医学修正、キ・アイートラクイシナガーガイ、ラ、コレクションスメデケイ全七70巻を編纂し、エウスタディオスのための紅葉、キ・シノプシスプローズユスタチン、ラ、 シノプシスアドユスタシアムフィリームに概要をまとめた、初学者向け出るため外科は除く。体液病理説であるため、診断には脈診が重視されており、7世紀は中国医学の影響を受けて脈拍を研究し、尿診の基礎を確立した。東ローマ帝国後期の14世紀初頭には、コンスタンティノポリスのは、尿と尿診など、広範囲のテーマに関する医学書を執筆した。 これらの著作は、サーサーアン・アサペル社のジュンディー・シャープールに、後にイスラーム世界に引き継がれた。ガレノス医学とディオスコリデスの本草書は、1500年以上、西洋で最も権威あるテキストとして君臨した。ガレノス医学は、東ローマ帝国でまとめられ、アラビアに伝わって翻訳され、イブンシーナーなどによって、ギリシャ・アラビア医学、ユナニー医学として整理され発展した。 ガレノスや彼らの著作は中世、近世にヨーロッパもたらされてラテン語に翻訳され18世紀までヨーロッパの医学教育において教科書として使われていた。ペルシアの医学研究及び実践は長く豊かな歴史を持っている。ペルシアは東洋、西洋の交易路に位置するためしばしばギリシャとインド両方の医学の発展を享受した。 東ローマ帝国と敵対していたサーサーアン・アサペルシャは、キリスト教徒による異端異教徒の迫害を逃れたアレクサンドリアやアテナイの学者たちを積極的に受け入れ、ジュンディ・シャープールに学者や生徒たちが集い、各国の医学書が翻訳され盛んに研究が行われた。教育を行う病院が考案されたのは、ジュンディ・シャープール大学であるとも言われている。 ムスリムやキリスト教異端など、様々な宗教を、人種の意志、錬金術師、薬剤師たちによる、解剖学、癌科学、薬理学、薬学、生理学、外科学、生材科学などの医学領域への多大な貢献により、イスラム文化は医科学に卓越し、古代ギリシアと古代ローマの医学技術を、さらに発展させた。ガレノスとヒポクラテスが、過去の転居となっていた。 830年頃から870年頃までのガレノスの著作129点はフナイン・イブン・イスハークとその女子たちによってアラビア語に翻訳された。その中でも特にガレノスの主張する理性的、体系的な医学のアプローチがイスラム医学のひな型としてイスラム帝国の中に素早く広まった。医師によって初めて専門病院が設立された。専門病院は その後十字軍遠征の間にヨーロッパに広まったが、これも中東の病院から着想を得たものである。キンディー801から873はデグラディベスを表し、数学を医学へ適用して論じた。キンディーはデグラディベスの中で薬の強さの度合いを測る数学的な計量法や医者が患者の病気の最も危険な時期を特定する仕組みを開発した。 アルラーズイーは自身の経験した臨床事例を記録し、様々な病気についての有用な記録を残している。方眼の書、アル、エビ、アルイコールハーウィーは、アルラーズイーとも呼ばれるの最大の著作集である。この中で、ラーズイーは自らの経験による臨床事例を記録し、様々な病気の有用な記録を残している。ラーズイーの天然痘とマシンの書では、 マシンと天然痘について記述し、ヨーロッパに大きな影響を与えた。ガレノスに対する疑念、AL 宿ク,ク、ALA ジャリネス、A, ダウッツアバ s トゲイランでは、経験的な方法から4体液説の誤りを証明するなど、ガレノス医学に批判を加えた。また、錬金術に対する知識も深く、医師活動の中で意図的にアルコールを用いた初めての医師となった。 アブーアルイコールカーシムアイコールザフラウィー。アブルカシムは近代外科学の父と考えられており、30巻の医学辞典、キーターブアルトスリフを表した。これは17世紀までイスラム圏とヨーロッパの医学部で教材に使われた。アブルカシムは女性にのみ用いるものも含め、数多くの手術用具を用いた。これには、挑戦、監視、血殺意図、手術針、 メスキューレット、改装器、手術用、スプーンゾンで、手術用服、手術用、ロット、秩鏡、骨用のこぎり、しっくりなどがある。イブンシーナー、980から1037、ラテン名アビケンナは、医学の父と言われ、歴史上最高の思想家、医学者の一人である。著書、医学転半及び、癒しの書は、17世紀まで、 イスラム圏とヨーロッパの標準テキストであり続けた。イブンシーナーの業績には、体系的な生理学研究の中に実験と量化を導入したこと、感染症の感染性質の発見、感染症の拡散を抑制するための検疫の導入、実験医学及び知見の導入の他にも、最近、ウイルスについて、重核炎と胸膜炎の区別、結核の感染性質、 水や土からの病気の蔓延、肌荒れについての詳細な記述、性感染症、盗作、神経系の失調などの記述を初めて行い、また発熱に対して氷を用いたり、薬理学と医学を区別したり、製薬科学の発展において重要もした。1 0 2 1年、微分あるイコール、ハイサムによって、眼科手術の重要な進歩があった。あるイコール、ハイサムは、 視界と視覚のプロセスを研究し、著書、ヒーターブ・あるマナシアの中で初めて正しく説明した。イブンアルイコールナフィスは、初めて肺循環と冠動脈について記して循環系の基礎を作ったため、循環理論の父と呼ばれる。アルイコールナフィスはまた、大社の概念を最初に述べた。また、生理学及び心理学の新しい体系を作り上げて、 イブンシーナーやガレノスの体系にとって変わった。この中で、アルイコールナフィスは彼らの四体液説脈動、骨、筋肉、腸、感覚器、単純、管、食道、胃などについての誤った考えを批判した。イブンアルイコールルブディは四体液説を否定し、人体及びその保全は血液のみによることを発見した。また女性が精液を生産できるというガレノスの不死を、 否定し、動脈の動きは心臓によるものではないこと、胎児の体で最初に作られる臓器は心臓だということ、頭蓋骨を作る骨は主要になりうるということを発見した。モーシェーベンイコールマイモーン、マイモニデスはユダヤ人であったが、十三世紀のイスラム医学に様々な光景を果たした。マンスールイブン・イリアスの人体解剖書には人体構造上の神経系、 循環器系の全図が掲載されている。14世紀のアンダルスにおけるペスト、センペスト流行期に、イブンカティマとイブンアルイコールカティブは、伝染病は人間の体に入り込む微生物が原因であることを発見した。その他にもムスリムの意思によって成し遂げられた医学上の発展には、免疫系の発見、微生物学の導入、動物実験の活用、他の科学分野とのコンビネーション、 注射器の発明、最初の薬局の誕生、医学と薬学の区別、2000種類以上の医学、化学物質の発見などある。ヨーロッパでは、キリスト教徒による異端、異教徒に対する激しい迫害で、ギリシャ・ローマの学問の成果の多くが失われた。ローマ帝国権力の崩壊とキリスト教会の影響で、組織的な医療の発展が停滞した。ヨーロッパ中世の医学は、 科学と宗教の混合発展であった。中世初期、ローマ帝国の没落後の医学知識の主流は、主に修道院などに保管されて現存していたろうの文献だった。しかし、病気の原因、治療に関する考え方は、世俗的な解釈のみによるものではなく、精神的世界観も基本に含まれており、運命、現在、性への影響といった要素が、生理学的な原因。 四体液説と同様に重要視されていた。医学知識は多くの修道院施設で保存、実施され、これらの施設にはしばしば病院が併設されていた。また、医学知識を代々伝承し、地域的な民間療法が行われた。医学は、旧来の自由な中には含まれていなかった。すなわち、学問というよりも手仕事だと考えられていたのである。とはいえ、 最初期のヨーロッパの大学でも医学科が設立され、当時のヨーロッパより、はるかに進んだイスラム医学が教えられた。イスラム圏と接する地中海地域では、11世紀イタリアでが設立され、組織的なプロフェッショナル医学が最高を見捨てた。サレルノイカ大学では、モンテカシーの修道院の協力を得て、東ローマ帝国やアラブの研究成果が翻訳された。12世紀には、 イタリアその他で大学が設立され、その中ですぐに医学部が作られていった。古代の親の持つ信頼性は個々の観察や実験によって徐々に補足されていった。結果については中世ヨーロッパではガレノスの外科手術に関する著作が大学課程における主要テキストであった。ガレノスの人体感が絶対視されていたが、外科の技術は中世の間に大きく進歩した。 サレルノイカ大学に外科部門を創設し、外科医術、カールジア・マジェストリロケリーを表し、現代に至るまでの西洋の外科処置法の基礎を築いた。ルネザンスの到来とともに、解剖及び死体の検査を中心とする実験的な調査が多くなった。ベルギー人の解剖学者、医師であるアンドレアス・ベサリウスやウィリアム・ハーベイなどの個人のキュアムにより、一般に認められた。 民間伝承が科学的に検証されるようになった。彼の主張、人体の構造についての七つの書は、ガレノスの著作や方式に大きく影響されているが、心臓、静脈体系、肝臓、子宮、上顎骨などに関するガレノスの誤りを証明した。また、近代神経学の発展は、16世紀、脳の解剖学その他について述べたベサリウスに始まると、される。ただし、 ベザリウスは脳その他の解剖学について記したが、脳機能については、脳側質に中心があると考えながらも、よくわかっていなかった。医学の理解と診断は、進歩したが、治療はあまり改良されず、健康への直接の利益は少なかった。有効な薬は、アヘンとキニーネ以外にほとんど存在せず、民間療法と潜在的な毒性がある、金属化合物とかポピュラーな治療法であった。 科学や研究技術、施設の発展により、医学は19世紀以降に大変革を起こした。伝染病についての旧来の考えは、微生物学とウイルス学にとって変わられた。細菌と微生物が最初に観察されたのは、1676年、アントニ・ファン・レー・ウェンフックによる顕微鏡を使った観察であった。これにより、微生物学という科学領域が始まった。 イグナーツ・ゼンメルワイスは、1847年、分娩に立ち会う前の医師に、手の洗浄を義務付けるだけで、三熟熱による死亡率を劇的に下げた。ゼンメルワイスの発見は、微生物病院説に先立つものだった。しかし、ゼンメルワイスの発見を同時代の医師らは、受け入れず、彼を迫害してしまった。ゼンメルワイスの発見が、一般的に活用されるようになったのは、 イギリスの外科医、ジョゼフ・リスターの発見以後であった。リスターは1865年、傷の手当に対して殺菌剤の原則を示したので、ある。しかし19世紀の間、医学的な保守主義のために、ゼンメル・ワイスとリスターの研究は一般に受け入れられは、しなかった。ルイ・パスツールの発見は、ゼンメル・ワイスの研究を指示した。微生物と病気等を結びつけて考えたパスツールは、 医学に大変革をもたらした。パスツールは、クロード・ベルナールと共に、パスチャライゼーションを考案した。これは現在でも使われている。パスツールの実験によって、病原近接が立証された。また、ベルナールは医学における科学的方法を作り上げるために、1865年、実験医学研究所説を発表した。パスツールは、ロベルト・コハホと共に、微物学を作り上げた。 コッホはまた結核菌、これら菌の発見及びコッホの原則を作り上げたことでも有名である。医学上の治療における女性の参加はフローレンス・ナイチンゲールなどによってもたらされた。ナイチンゲールらは、それ以前男性が支配的だった医療分野に看護の基本的な役割を示した。すなわち、衛生、栄養状態の不備による患者の死亡率を下げたので、ある。 ナイチン・ゲールは1852年、クリミア戦争後のセートマス病院に勤務した。エリザベス・ブラックウェルは、アメリカで正式教育を受けて、医学を実践した最初の女性となった。第一次世界大戦などの大規模な戦争状況により、体内機能の監視のため X 線や心電図を使用することが増えた。大戦間にはこれらに続いて、 サルファ薬などの選択的殺菌薬が初めて開発された。第二次世界大戦では広い範囲で効果的な殺菌療法が見られた。これはペニシリンの開発及び大量生産によるもので戦争上の圧力及びイギリスの科学者とアメリカの製薬産業の協力によって可能になった。産業革命の時代には天教員が目立つようになった。 エミール・クレペリンは、精神疾患に関する新しい医学分野を導入した。この医学分野は、病理学や病院論ではなく、行動がその基礎となっていたにもかかわらず、最終的に、精神医学と呼ばれるようになった。1920年代のシルレアリストは、出版物の中で、精神医学への反対を表明した。1930年代には、 導入された、いくつかの医学的療法が物議を醸した。この中には、発作を誘発するものや、脳の一部切除などが含まれる。どちらも、精神医学上広く用いられたが、基本的な倫理、有害な効果、誤用などに対する懸念や、反対の声もあった。1950年代には、クロルプロマジンなどの新しい精神医学上の薬が、研究所で製作され、こちらの使用が、 徐々に好まれるようになった。これは通常進歩と考えられているが、自発政治スキネジアなどの深刻な副作用を理由に反対する声もある。患者が精神医学上の監督に従わない場合、治療法に抵抗を示して薬を飲まないことはしばしばあった。また、精神病院に対する抵抗も強くなり、精神医学上の監督外で、 ユーザー主導の協力グループによって社会に復帰させる試みも現れた。ロボトミーは1960年代以降の反精神医学運動の中で批判されていたにもかかわらず統合失調症の療法として1970年代まで使用された。パキスタンのメヘルガルでインダス文明ハラッパー時代の人々が医学、死学の知識を持っていたことが考古学者によって 発見された。調査を行ったミズーリー大学コロンビア校の物理人類学者アンドレア・クシナ教授はハラッパーの男性の葉を洗浄している際にこれを発見した。また同地域の後の調査によって9000年前に葉の専攻が行われていた証拠が見つかった。アーユルベーダは南アジアで2000年以上前に作られた成分上の医学体系である。 チャラカとスシュルタの二学派のテキストが有名。これらのテキストには、ベーダと呼ばれる宗教文学中の古代医学思想とのある程度の関連が見られるため、初期アーユルベーダと初期仏教、ジャイナ教文学との直接的な歴史的関係が歴史家にって指摘されていた。アーユルベーダの最初の出発点は、紀元前2000年期初期の特別な薬草の観光を総合したものが、 基礎になっていると思われる。多大な理論的な概念化とともに、新たな疾病分類や療法が、紀元前400年頃以降加えられ、仏教その他の思想家のコミュニティから発表されたもので、あろう。チャラカが改変したチャラカサンヒターには、健康や病気は前もって決まっておらず、寿命は人の努力によって伸ばせるとある。スシュルタに返せられるスシュルタサンヒターでは、医学の目的を、 病気の症状を治し、健康を守り、寿命を延ばすことであると定義している。どちらの著作にも、数多くの病気に対しての検査、診察、処置、予後について書かれている。古代インド医学は内科を重視するが、スシュルタサンヒターは、微形成術、切れた耳たぶの形成、肝陰部キリ臨手術、白内障手術などの様々な種類の外科処置法について書いていることが、 特徴的である。アーユルベーダの古典では、医学は八部門に分けられている。すなわち、の八科である。アーユルベーダには、インド連金術の影響も大きい。アーユルベーダの研究生は、上記八部門とは別に、調剤と手術に必要な十科の技術を学ぶことになっていた。すなわち、蒸留法、手術法、料理、園芸、夜金、砂糖の製作、薬学、 好物の分析と分類、金属の混合、アルカリの調剤である。後半な内容が直接的な臨床科目の説明の中で教授された。例えば、解剖学は外科の授業の一環として、発生学は小児学と酸化学の授業の一環として、生理学と病理学の知識はすべての臨床科目に織り込まれた。イニシエーションの終わりには、グルが厳粛な演説を行い、 研究生を純潔、誠実、最初主義の生活へと送り出す。研究生は、全身全霊で、健康のため病と戦わなければならない。また、自己の利益のために患者を裏切ってはならない。服装は質素にして、強い酒は避けなければならない。冷静さと、自己コントロールを保たねばならず、常に発言は慎重でなければならない。常に知識と腕を磨かなければならない。 患者の家では礼儀正しく謙虚に、患者の利益のみに目を向けなければならない。患者とその家族の情報を漏らしてはならない。患者の自由が不可能で、患者その他を傷つける恐れがある場合、これを否しておかなければならない。通常の研究生の教育期間は7年である。研究生は卒業の前にテストに合格しなければならない。しかし医師となっても、文献、直接の観察、 洞察を通して学び続けなければならない。これに加え、医師の会合で知識を交換する。また、山の民や牧婦、森の民から特別な治療法を集めなければならない。中世にイスラム勢力が台頭すると、アーユルベーダは衰退し、ユナに医学が流盛した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。